はい、ドイツから戻ってドイツにかぶれまくってるツッチーパフォーマンスです。もうね、襟が着てない着るものとかね、もう信じられない。パーカーにサングラスとかふざけんなって感じです。はい、そんなやついたので、早いものでもう12月なんですけれども、12月、まあ、皆さん忙しいと思うんですけれども、特に車をカスタマイズしている業界は特に忙しいんですよね。それは来年、年明け早々にオートサロンがやっぱり控えてるからになります。で、ボンドグループ2020年オートサロンも出展させていただきますというわけで、今回は出展させていただく車をちょっと事前に紹介させていただこうと思います。で、やっぱり事前に紹介させていただいた方が、実際会場に行った時に、あ、これが言ってたパーツなんだとか、あ、これがこのパーツなんだっていうのがおそらく分かってもらえると思いますので、その辺を事前に紹介させていただきます。で、何台か、車出展させていただくんですけれども、その中の1台を、ノーマルの状態から、ショーに出展する状態まで全部過程もご紹介させていただこうと思います。で、紹介させていただく車の1台がこちらになります。みんな大好きポルシェ992でございます。 YouTube 車カテゴリーでも最近ちょっと盛り上がってる、車ですね。日本にもまだあんまり入ってきてないっていう噂です。で、一応今の状態でもう足回り交換がされてて、少しローダウンされてはいるんですけれども、外観に関してはほぼノーマルの状態になります。で、バンパーも通常のスポーツデザインパッケージじゃない方の通常のバンパーですね。で、ホイールが純正の20インチ、リア21インチ、はい、992結構純正ホイールもかっこいい気がするしますね。だとリアはこんな感じで、まあ、マフラーも全部ノーマルですね。で、992やっぱりこのテールランプつながって僕はかなりかっこいいと思います。だとこのハイマウント、今まだかつてないこの縦のハイマウント、これかなりかっこいいですよね。あと車が今回、992になってかなりっていうか、まあ一回り大きくなってますね。もう見た感じもう991より全然大きいなっていうふうには僕も感じます。はい、このボンネットにプレスラインが入って、このボンネットにこの角があるデザインですね。これは993のモチーフにしたデザインになってます。あとヘッドライトのデザインが大きく変わりましたよね。もう992ってすぐ分かるような、はい、ちょっと特徴的な丸いプロジェクターからちょっと楕円のランプが4つついたヘッドライトになってます。はい、だと僕ポルシェミュージアムに行って、ちょっと勉強してきた話でいくと、リアのこのエンブレムですね、これが昔のフォントになってるというか、昔のフォントに似た感じになってるそうです。だからちょっと昔のそのいいところをリバイバルして、ポルシェらしさを強調したような車になってるそうです。ちょっと中も見てみたいと思います。で、これ992、これがめっちゃかっこいいんですよね。これ開けます、出てきます。あれ、これかっこいいと思ったの俺だけ？本当に？一応内装に関してはこんな感じですね。内装かなり新しくなりましたよね。メーターもハンドルも、あとシフトがかなり特徴的なシフトになってると思います。ちょっと僕さっき動かさせてもらったんですけど、ちょっとシフトの握り方がよくわからないっていう。ちょっと乗っていいかな。巷ではヒゲ剃りみたいになってます確かにちょっとヒゲ剃りっぽい。そしてこのシフトの動かし方がちょっとわからないっていう。こうが正解？こうが正解？さっきこうやって動かしちゃった。そうじゃないですか。こうかな。いいよねこれ。いや、なんか新しいやっぱり。で、ハンドルもこんな感じ。ちょっとでも少しこの辺とかやっぱり味気ないかな。プラスチックな感じが。本当ですか？期待していいんですか？こんな感じで。メーターはやっぱりいいですね、ポルシェ。ポルシェメーター見やすいですよね。あとこれスポーツクロノがついてるのかな？ついてます。やっぱり。あとさすがボンドグループ、レーダーとかもう装着されています。それはもうポルシェ大好き両カメラマンのコメントをそのまま使いましょう。はい、センターメーターと5連、はい、これはやっぱりポルシェのアイデンティティなんで、まあ、992になっても変わらないっていう。もうちょっとなんかこうラグジュアリー感も増しつつ、やっぱりポルシェのいいところをそのまま継承しつつ、かなりちょっと僕乗ってみたいですね。正直ダッシュボードもいいねこれ。あー、確かにちょっとそのなんだろう、こう昔のポルシェを連想させるちょっとデザインが至るところに組み込まれてますね。確かにそう言われるとそうだね。この辺とかそんな感じはしますね。なるほど。やっぱり白黒が多い中でやっぱり紺色かなりかっこいいんじゃないでしょうか。これをいじったら多分かなり映えると思います。
そしてですね、今回こちらのお車、どういう風にカスタムされるかっていうと、なんと外装をフルテックアウトになっちゃいます。でフルテックアウトということで、もちろんそのエアロパーツとタイヤホイールと、まあ、あとプラスアルファ何かがされるみたいです。でちょっとその過程を、これから板金工場の方に車を入れて、まあ、エアロパーツをつけてっていう過程を全部お届けしたいと思います。そしたらあとは取り付けるエアロの方も入荷してますんで、ちょっとそっちの方も見てみたいと思います。ちょっと全部じゃないですけど、一部ちょっと開けてみたいと思います。開いてないかな。ちなみにこれがリアスポイラーですね。あ、ウィングの方か。あ、そうだね、こんな感じで。うわ、すごい。まあ、塗装前なんですけど、もう純正クオリティだね。でテックアウトは全部本社の方で見させてもらったんですけど、梱包なんかもかなり気をつけてて、こういったウレタンフォームの梱包材で、でなおかつそのサイズが発想に適したサイズになるように梱包されて送られてきます。でなおかつ段ボールもこの二重のかなり強度のあるものを使ってるっていうふうに言ってました。でやっぱり中身がしっかりしてる会社はこの梱包も箱もすごくしっかりしますよね。でパース点数がかなり今回多いんで、これを全部組み立てながら、まあ、ペイントして、車に取り付けるっていう感じですね。このアクリル の足も入ってるのかな。車のこう側面にこう沿ってこう煙がこうビューって流れてくる CM とか多分見たことある方多いと思うんですけれども、それが風洞って言うんですけど、それでちゃんと車にこう通る風の流れを計算して、全部製作されてます。でさすがにちょっと風洞はないんで、ちょっと別の場所で借りてるっていうことは言ってたんですけれども、多分世の中 のエアロの9割以上は多分風洞で入れてちゃんと風の流れを計算して作ってるなんてことは多分してないと思うんですよ。ただテックアウトはやっぱり本物のエアロパーツ、本物の車の性能を上げるための部品を作ってる会社なんで、まあ、その辺もしっかり、ダウンフォースとか、まあ、空気の流れとか全部計算したものを作ってるってことですね。であとはテックアウトのエアロパーツ全部 TUV っていうの規格通ってますので、まあ、ヨーロッパの品質規格なんですけども、そういったものも全部適用した、非常にきちんとした商品になります。でこれを、僕つけられないんでボンドボディでつけてもらいます。はい、あ、これ純正パーツだね。そうだね、これポルシェ純正パーツだね。あ、これハイマウントか。そうだよね。ちょっとこれも開けてみたいと思います。これが多分リアのスポイラーを支えるこの足になる部分じゃないかなと思うんですよね。特徴的な透明な足ですね。でテックアウトなんでそんな風洞に入れたりして物を作ってるかっていうと、まあ、要はヨーロッパアウトバーンですから、本当に200キロ300キロなんちゃってのエアロだとやっぱり通用しないんで、本当に300キロに耐えられるような部品作りがされてるってことですね。でも愚問だとは分かってたんですけれども、これの強度も本当に大丈夫なのかっていうふうに聞いたら、もう自信満々に間違いなく大丈夫だ、強度もちゃんと計算されてるっていうふうに当然の答えが返ってきました。あ、これだね、すごい、見てこれ、こんな感じですごいです。透明度もめちゃめちゃ高いね。これ今回テックアウトの意図としては、スポイラーが浮いて見えるようにこのクリアの足を採用したということは言ってたんですけれども、本当に乗り手の好みに応じて塗って取り付けてもいいっていうことも言ってました、ね、いやー非常に楽しみですね。これちょっと続いてこちらの箱も開けてみたいと思います。箱もこのテックアウトのロゴが入ってかっこいいです。でちょっと今回パース点数が多いんで、ちょっと一部での紹介になるんですけど、詳しくはこの続きのボディの製作過程の動画で紹介させていただきますんで、そちらをご覧ください。絶賛今倉庫が改装中なんで、ちょっと後ろがうるさいですけどご了承くださいませ。まずね、梱包がめちゃめちゃしっかりしている。おっと、こんな感じで、これ一番下のとこですね、ディフューザーの。これにもちゃんと、テックアウトと品番と、製造年月日と、はい、でこの PU の出来というか品質もやっぱり間近で見てきたんですけど、やっぱりかなり品質がいいですよね。本当に純正と変わらないと思います。これがちょうどリアバンパーの一番下のところですね、につく感じになると思います。こんな感じで
そうだよね。いや、これも非常に作りがいいですね。ただ見た目作りが良さそうっていう話なんで、まあ、本当にフィッティングがいいかどうかはあのボディの取り付け動画で多分お届けできると思います。でこれをボディで全部下処理してもらって、塗装して取り付けをしてもらいます。はい、はい、というわけで今回は2020年オートサロンについての話と、カスタムさせていただくこちらの QQ に紹介させていただきました。で気づいた方いらっしゃると思うんですけれども、ボンドチャンネル化粧プレートを作ってみました。どうでしょうか。はい、でこちらのプレート今回はこのボンドチャンネルで作ったんですけれども、あのお好きなデザインで同じようにこのアクリルプレートを制作できるみたいなので、興味のある方はラガーコーポレーションまでお問い合わせください。はい、というわけで、まあ、これシリーズ化してお届けしてきますので、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。